皆さん、こんにちは。微細構造ウイルス学分野の野田と申します。私たちの研究室では、人に高い病原性を示すウイルスの細胞内増殖機構の解明と、それに基づく治療法の開発を行っております。具体的には、インフルエンザウイルス、エボラウイルス、ラッサウイルス、新型コロナウイルスをモデルとして研究を進めております。 例えば、インフルエンザウイルスではゲノムパッケージング機構の解析を行っております。インフルエンザウイルスのゲノム RNA は8本に分かれています。ウイルスが細胞に感染し、子孫ウイルス粒子が出てくるわけですけれども、この子孫ウイルス粒子が何本のゲノム RNA 分析をどのように取り,取り込むのか、つまり8本が選択されてうまく取り込まれるのか、あるいは数も種類もバラバラの RNA 分析が取り込まれるのか、 このようなことは長い間よく分かっておりませんでした。そこで私たちはウイルスの人工合成法であるリバースジェネティクス法を用いることにしました。このリバースジェネティクス法は8種類のゲノム RNA 発現プラスミドと4種類のウイルスタンパク質発現プラスミドを細胞に導入するだけでウイルスを合成できるという非常に画期的な方法です。この時にゲノム RNA 発現プラスミドに変異を導入することで 任意の変異を持つウイルスを合成することが可能になります。そこでまずはじめに、えー、各 RNA 分析に欠損変異を導入して、各 RNA 分析が効率よく取り込まれる、取り込まれるために必要な配列、パッケージングシグナル配列の探索を行いました。でその結果、各,、えー、各 RNA 分析のコード領域の両末端にパッケージングシグナルが存在するということ すなわち、8分節それぞれに異なるパッケージングシグナル配列が存在するということを明らかにしました。このことは各 RNA 分節が区別されて選択的にウイルス粒子に取り込まれるということを示唆しております。また、電子顕微鏡解析により、こちら超白切片法、こちらは電子線トモグラフィー法ですけれども、 中心に1本、その周りに7本という規則的に配置された8本の RNA 分節が取り込まれるということを明らかにしました。我々のこれらの結果から8種類8本の RNA 分節が選択され取り込まれるということが明らかになってきました。現在はこの8種類の RNA 分節がどのように相互作用して8種類が選択されるか。あるいは8種類の RNA 分節がウイルス粒子内でどのような配置を取るか。 例えば、エッジ分節が真ん中なのか端っこなのか、ということを明らかにしたいと考えております。でエボラウイルスに関しては、病原性が非常に高いため、海外の P4 でのみ実験が可能です。そのため、我々は、エボラウイルスのタンパク質発現プラスミドを用いて、各種ウイルスタンパク質の構造や機能の解析を行っております。エボラウイルスでは、ヌクリオキャプシドの構造解析を行っております。 ヌクリオキャプシドはゲノム RNA の転写複製を担う螺旋状の構造でゲノム RNA と NP をコアとしてその他のウイルスタンパク質が結合して構成される超分子複合体ですで。そこで我々はゲノム RNA の転写複製機構を解明するためにクライオ電源を用いてその分子構造を決定したいというふうに考えております。でこれまでにクライオ電子顕微鏡を用いて そのヌクレオキャプシドのコアである NPRNA 複合体の分子構造を3.6オングストロームの分解能で決定することに成功しました。で現在はこの NPRNA 分子1分子がどのように相互作用していって螺旋構造を形成していくのか、あるいは他のウイルスタンパク質をどのように相互作用してヌクレオキャプシドを形成するのかということについて解析を進めております。 でまた新型コロナウイルスに関しては、これはウイルス再生研の P3 実験室で感染実験を行っておりますで。具体的には、これは共同研究ですけれども、ES 細胞や iPS 細胞から分解誘導した、えー、と呼吸器のオルガノイドを用いて感染実験を行い、人臓器におけるウイルス増殖の縮小と病原性発現機構の解析を進めています。 また、サーズコロナウイルス2の表面糖タンパク質、S タンパク質の構造解析を行い、まあ、中和がどのようなメカニズムで、えっ、ー、と、起こるかということを構造学的に解析しております。で、これ最後のスライドになりますけれども、私たちの研究室では、人間性と高いモチベーションというのを重視しています。あの、研究室の和を大事にする人に来てほしいと、頑張る人に来てほしいというふうに思っております。 で、えっと、今日の午後の研究室見学ないので、もし興味がある方がいらっしゃったら、えっと、まあ、メール等で連絡してくれたら、えっと、後日、ズームで案内しますので、ぜひ、あの、連絡をいただけたらと思います。以上になります。ありがとうございました。